歌田光歌田光の作品あなた、あなたは日本のシンガーソングライター、歌田光の楽曲。8作目の配信限定シングル及びエピックレコードジャパン遺跡第3弾として2017年12月8日に発売された。本楽曲はリリース翌日の12月9日に公開された映画ディスティニー、鎌倉物語の主題歌の起用されている。本楽曲は ビルボードジャパンのダウンロードソングズで2週連続1位を記録するなどしてヒットし、同チャートの2018年度年間ランキングでは第6位を獲得した。2017年9月25日午前4時、歌田ヒカルが12月9日に公開される映画ディスティニー、鎌倉物語の主題歌を担当することが発表された。同時に主題歌のタイトルとリリース日も明らかになった。 宇多田の曲が映画主題歌に起用されるのは2012年のエヴァンゲリオン新劇場版9の桜流し以来約5年ぶりである。2017年10月2日にはあなたが宇多田自身も出演するソニーのノイキャンワイヤレスの CM ソングに起用されることが発表された。宇多田がソニーの CM に出演するのは1999年の レッドホットキャンペーン CM 以来に止め。なお、テレビでのオンウェアは12月2日より開始した。10月5日より全国の家電店、ソニーショールーム、ソニーストアなどであなたのショートバージョンをハイレゾーン室で視聴できる試作が順次展開した。また、11月28日にはアトレエビスにて本作の発売を記念した。 コラボキャンペーンが開催されることも明かされた。タイトルについては、作詞中に、あなたという言葉が出てきてから、これにしようと決めていたという。宇多田は、この、あなたという言葉について、英語で言うダーリングに近い意味で、距離を感じる表現でも、丁寧な表現でもある。あえて親しい人に向けた時にその言葉が持つ、日本独特の奥ゆかしさや、 何かを大事に思っているという気持ちが伝わる素敵な言葉と語った。音楽評論家の渋谷洋一は本楽曲の発売前にロッキン ON ジャパンでの歌題のインタビューでこれまで彼女の歌に用いられていたに,に印象は圧倒的に君が多かった。しかし真夏の通り雨ではあなたになりアルバムファントームの収録楽曲もあなたの印象が強い作品と語った。 ロッキングオンは大切な人を亡くし大切な人が生まれこれまで適度な距離感で語ってきた君とは違う自分自身がその人の一部のような自分自身の一部もその人の中にあるようなもう距離感など考える必要などない存在に気づいた時歌田の中からあなたという言葉が出てきたのではないかと指摘またあなたというタイトルが付けられた本楽曲は 自身の人生によって変化していく歌田の歌詞の一つの到達点であるとも考えている。本楽曲は前述の通り映画ディスティニー鎌倉物語のエンディングテーマに起用されており山崎喜監督が自らの思いを込めた手紙で歌田に主題歌の制作をオファーしたという。歌田はこれを快楽し映画のプロットや原作を読み込みあなたを制作した。この時歌田は 映画原作を読みながら、妖怪に感情移入してたという。インタビューでは、この世に思い残すことがあったり、強い情念を持って生きて死んだ人や者が、この世を離れきれず、見た目も異形になりつつも、軽なげに生きている感じがしたと語っている。また、私が妖怪や幽霊になってしまうくらい思い残すものは、何だろうと考えたときに、子供が浮かんだという。そして、 妖怪の気持ちから母親の気持ちというところにつながり歌詞が膨らんだと述べている。レコーディングは2017年夏にロンドンのロックスタジオにて行われた。大空で抱きしめてやフォーエバーモアーでもドラムで参加していたクリス・デーブやアルバムファントームから歌田の作品に関わってきたベースのジョディ・ミリナーとエバートン・ネルソンがリーダーを務めるストリングスのメンバーなどが集まった。 また、ピアノのルーベン・ジェームズとホーン・セクションのキックホーンズは、本楽曲で初めて歌田の作品に参加した。ミキシングとレコーディングのエンジニアは、ファントームに引き続きスティーブ・フィッツ・ムーリスが、ボーカルのレコーディングは、長年歌田作品に関わってきた小森正人が担当している。参加したミュージシャンによると、歌田は楽曲をどのようにしたいかという強いアイデアを持っており、 また意思がはっきりしているため、バンドとのレコーディングも参与会で終わるという。その中で、それぞれのミュージシャンが解釈する部分も含まれていた。あなたは、ほぼ全編性楽器で構成されている。ドラマティックな構成、展開を持ち、抑揚のあるトラックが特徴的である。楽曲は、ピアノと歌田の歌声で始まり、続いて、ドラムとベース、ストリングス、ブラスの順に入ってくる。 コードの展開は、ほぼ4つのコードをループさせて作られており、そこにピアノ、ドラム、ベース、コーラスが乗っている。エイジュハスプリングスの横山宏明は、ビルボードジャパンの記事で、本楽曲について、ブルーアイドソウルのマナーに則っ,った、スイングアウトシスター、ボビー・コールドエル・バリのストリングスやブラスが温かみを演出している。と指摘。また、ロックスタジオという環境も、 相まって、とても響きが美しく耳馴染みの良い、どこか母親の体内にいるような心地よいサウンドに仕上がっている。と述べている。歌田は本楽曲について、一つの普遍的な愛の形として、母親目線から音楽的表現をした初めての楽曲だと語っている。また、楽曲の最後の方では、ピアニストの椅子がきしむノイズが入っているという。歌詞には、 いくつかの仏教用語が用いられている。サビ部分の歌詞はリズミカルな韻で構成されており、各項の語尾で愛の韻を踏んでいるほか、全体的に愛の音が散りばめられている。音楽ライターの小池直也は、サビの歌詞の対外の問題という言葉を挙げ、ドラムのようなリズム的切れ味を持ちつつ、意味のニュアンスや視覚の面でもクールで火の打ちどころがない。と指摘し、また、 このリリックが跳ねたリズムのメロディに浮かぶことによって、よりサイドを増すのだと語っている。音楽評論家の小抜き信明は、ただの数字が特別になるよという表現で、スタンダールの言う愛の結晶作用を表現している指摘。そんな巧みな表現でオリジナリティを獲得している。と述べた。2018年に NHK、ソングスで歌だと対談した、またよしは、 最も心を揺さぶられた曲として、本楽曲を挙げた。またよしは、その歌詞の一節、あなた以外何にもいらない、代わり映えしなやすをくださいで、夢を見るよりも、この世界でごく普通にあなたと過ごしたいという願いが、歌われた直後に、あなたと生きる世界は息を呑むほど美しいんだと、言い切っている部分に感銘を受けたといい、また、願いや祈りのようなものが感じられたという。 宇多田はこれに対し、祈りという部分が強いと語った。宇多田は、その幼少期はいつ何が起こるかわからない環境にあったと言い,い、また何かこうだと思いたいし、思った方が安心して楽に生きられるが、安心したら裏切られ、傷つくので何も信じないようにしようと思うに至ったという。しかし、その中で望んでいる自分を完全に消し切れず出てきたのが祈りや、 願いといったものになったのだと語った。2017年12月8日、あなたがリリースされ、iTunes ストアモーラレコ直で配信がスタートした。本作は配信限定シングルとしては、前作の Forever m o より約4ヶ月ぶりとなる。この時、同時に2018年に国内ツアーを実施する予定であることも発表。他にも、 音楽サブスクリプションサービスでは1998年発売のデビューシングルオートマティックタイムウィルテルから2016年リリースの6枚目のアルバムファントームまでの楽曲の取り扱いが開始された。リリース翌日に発売された歌田の自信初の歌詞集歌田光の言葉にはデビューから最新楽曲である今作までの歌詞が収録された。 2020年10月14日にはソニーミュージックからコンピレーションアルバムシング・フォー・ワンからみんなとつながる明日へつながるがリリースされあなたがその1曲目に収録された12月9日より歌田光のデビュー20周年イヤーに突入したこともありあなたのリリース記念も兼ねて様々なイベントが実施された新曲あなたの 配信日12月8日より3日間限定で全国5カ所のソニーストアにて歌田光るスペシャルサンデーズが開催された。期間中は店内であなたを含む歌田の楽曲を最新機器によってハイレゾ音質で視聴ができるほかあなたフォーエバーモアのミュージックビデオ及びメイキングのダイジェストが上映される。またあなたのリリースを記念して東京アトレエビスにて コラボキャンペーンが12月1日から12月25日の期間で実施された。館内装飾であなたのジャケットや歌詞をフィーチャーするほか、4階のフォンテーヌ広場にあなた、フォーエバーモア、大空で抱きしめての3曲をハイレゾ音質で視聴できるコーナーを設置するなど、アトレエビスが歌だ光る一式となった。その他にもクマちゃんの着ぐるみが展示されたほか、 サルタヒココーヒーでは、コラボメニュー、カップクーマが提供された。12月9日からは、全国38店の書店にて、歌田がレコメンドする書籍を紹介する企画、歌田書店が展開された。同日には、ミュージック ONTV が、デビュー記念日を迎える歌田だヒを大特集。m o n 時間、歌田と 新曲、あなたのミュージックビデオ制作のドキュメンタリー映像をはじめ、12時間にわたる歴代ライブ映像5作品や歴代のミュージックビデオを一気に見られるミュージックビデオ特集がオンエアされた。6月30日に NHK のソングススペシャル、歌田光に出演した際には番組の序盤で披露された。歌田光の12年ぶりの国内ツアー、 ヒカル・ウタダ・ラフター・イン・ザ・ダーク・ツアー2018の1曲目に披露を。ステージ下からゆっくりと上昇して、ステージ中央に姿を現した宇多田光、ウタダ・ヒカルが観客の拍手と歓声の中、あなたという表題の歌詞で歌い始める。ロッキングオンの高橋智樹は、あなたで描かれる情景は、悠然とした筆致の美しさ、ポップミュージックの本質と向き合い続けるものの迫力を、 確かに感じさせるものだとし、歌田の歌はいよいよ人間と生命の核心そのものに迫りつつある、そんな風に思わずにいられない名曲であるとコメントした。音楽評論家の小抜信明は完成度の高い言葉の中に、神様お願いという理知的であることを放棄したかのような緩いフレーズが一瞬入れられているところが、歌田ならではだと指摘し、こうした。 歌田のユーモア感覚が大好物だとコメントした。ライターの小池直也は、あなたのサビに注目し、クリス・デーブによるドラムの跳ねたリズムのメロディの上に、客員を意識したリズミカルな歌詞が乗せられていると指摘。これによって、歌田は音楽、文学のより高密度な結晶を作り上げていると評価した。ビルボードジャパンの総合チャートでは、2017年12月18日付の チャートで、初登場3位。ダウンロード1位、ラジオ15位、ツイッター19位、動画59位と、各指標でポイントを上げた。日本では、同週のダウンロード数は公表されていないが、メディアトラフィックによると、この週は、約12万 DL を売り上げている。12月25日付のチャートでは、ダウンロードで2週連続週を記録したことから総合2位に、順位を上げた。 また、発売2週目ながらも6.4万 DL を売り上げており、オリコンが同週より好評を開始した、有料ダウンロード数を集計した、オリコン週間デジタルシングルランキングで、初登場1位を獲得した。また、US のビルボードワールドデジタルソングズチャートでは、最高位13位を記録している。本楽曲は、2018年のダウンロードの年間チャートで、 2018年度の歌田のシングルの中で最も高い順位をマーク。ビルボードジャパントップダウンロードソングズの年間チャートでは6位、オリコンの年間デジタルシングルランキングでは8位を記録した。撮影場所のロックスタジオ2017年12月8日、あなたのミュージックビデオのショートバージョンとメイキング映像が YouTube にて公開された。フルバージョンは iTunes ストア他主要音楽ダウンロードサイトで配信される。なお、2020年4月26日に YouTube でもフルバージョンが公開された。監督は前作 Forever More に引き続き、ジェイミー・ジェームズ・メディナが務めており、デジタルとアナログのカメラを併用し、編集時にミックスする手法で制作された。撮影場所はあなたのレコーディングが行われた。 ロンドンのスタジオ、ロックスタジオ。なお、今回は、レコーディングに加わったミュージシャンも撮影に参加した。ジェイミーによると、ヒカルは人生の大半をパフォーマーとして生きてきて、今回のビデオでも彼女らしくできるという自信があったと、いい、撮影に際したコミュニケーションも、とてもシンプルなものだった。衣装は、歌だが自前の私服を持ち寄り、撮影の日の朝に選んだという。 ジェイミーは、今回は、音楽自体を味わうもの、光が人の心を打つパフォーマンスに打ち込めるような、パフォーマンスビデオにしたかったと語った。照明に関しては、窓から差し込む冷たい光と、スタジオに置かれた暖かい色のランプによって、冷たい色と暖かい色のバランスを取ったという。宇多田は撮影後、次のようにコメントした。前作、フォーエバー・モアーは私らしからぬ。 ダンスのビデオだったので、今回はもっとベーシックに戻って、ミュージシャン、歌手であるというところに焦点を当てたかったミュージックビデオは、ミュージシャンたちと歌田による同曲のパフォーマンスシーンを撮影したものとなっている。撮影では、同曲を20回ほど繰り返し真剣に歌ったということで、歌田はあまり動いてないのに、 なんでこんなに疲れてるんだろうと思ったら、ライブ一本分くらい歌ったからだったと語った。作詞、作曲、プロデュース、歌田光あなたなお、スポティファイのみ2018年1月9日より、解禁昨年11月よりスタートした、オリコン週間デジタルアルバムランキングでも、歌田は、アルバム、ファントームで、第1回目の1位を獲得しており、これで、アルバム、シングルともに、 初回の週間デジタルランキング1位獲得という、快挙を達成したオリコンのデジタルランキングは、あなたのリリース2週目に集計が始まったため、あなたの初動3日間の売り上げは、年間デジタルシングルランキングではカウントされていない。オリコンの集計は、あなたの発売2週目に始まったので、このダウンロード数には、初動3日間の売り上げは含まれていない。ありがとうございます。